おはようございます。D さんです。今日なんですけれども、カーボディプリート1日のフル食を紹介したいと思います。で、僕はですね、今カーボディプリート、炭水化物を切って体を枯渇させるという作業をしていて、今5日目かな、です。今の体はですね、こういう感じです。こういう感じで、もうだいぶ枯渇はできていると思います。こんな感じでございます。結構体、そうです。てか、カーボディプリートすると本当に糖質が回ってないような感じになるので、こう喋るのが遅くなったりとか、普段の生活で集中力がね、すごく落ちたりとかしちゃうんですけれども、今こんな感じでやってますんで、今日はですね、カーボディプリート1日の全ての食事を紹介したいと思います。まず1食目です。プロテインを飲んでいきます。この朝のプロテインは前と一緒で、ベリーを入れます。加糖、いきなり糖質入れてるみたいな感じになるんですが、僕ね、これいろいろ実験してきて思ったのが、カーボディプリートも本当に少しだけ糖質入れた方が、まず1日動けるっていうのと、あとトレーニングも動ける、へばらずにカーボディプリートを全て終えることができるっていうので、糖質を朝このブルーベリーだけ取ってます。調子いいです。で、それで今こういう感じで枯渇できているので、体の反応は悪くないかなと思ってやってます。チョコレートのプロテインがですね、今オールバックが切れちゃってるっていうのがあって、ザバスを急遽買ったんですけれども、このザバスのリッチショコラのプロテインはね、毎日で美味しい飲み方発見しました。ザバスは水で割るんじゃなくて乳で割る。ザバスのプロテイン自体がもう乳っぽいので、牛乳とか、僕はアーモンドミルクの砂糖不使用のもので割ってあげると、チョコの乳の感じがアーモンドミルクのその乳と、混ざり合ってすっごく美味しく飲めるので、これ自体で水飲むんだったら星5つ中の3.5なんですけど、乳で足したらもう4.5ぐらいに一気になるぐらい味美味しいです。で、カーボディプリート中は食物繊維があまり入ってこないので、粉末タイプの食物繊維、これを、入れます。これを入れてからだいぶ快便で過ごせておりますので、食物繊維非常に大切です。MCT オイルですね、これはもう必ず取るようにしてます。エネルギーになるスピードが速いので、しっかりと取るという感じで、こういう感じでいつもと同じでスプーンですくって、入ってきたな、全身に入ってきました。 やっぱり一日の始まりで何を食べるかですごくその一日のコンディションとか変わってくると思います。だから結構これはもう本当にボリューム満点。サプリメント飲みます。部屋散らかりまくってて申し訳ないんですけど、サプリメントこんな感じですね。目的に合わせて飲んでます。減量中のサプリメントは去年から変えないで、特に重視しているのがカルニチン、酒石酸塩のものを飲んでます。その方がやっぱり吸収が良くなるので、こちらとコエンザイム Q10、 いつも言っている、ミトコンドリアサイクル、脂肪を燃焼してくれるサイクルを、活性化させてくれるもの、あとは脂肪燃焼というのは運搬して燃えやすい形にして分解して最後燃焼という形になるので、それをしっかりと働かせるために、カルニチンとコエンザイム Q10 を取ります。で、それ以外にこれを全て働かせてくれる、スイッチみたいなものですね、として、ビタミン B、 これを単体で飲みます。マルチビタミンにももちろんビタミン B 群って入ってるんですけれども、ビタミン B 群はしっかりと別でも取ってあげることは大切。例えばチョコラ BB って聞いたことあると思います。チョコラ BB というのはビタミン B、 いろんな B 群が入っているんですけれども、皮脂の抑制とかもビタミン B は抑えてくれる効果があるので、その肌荒れとかの予防にもなります。ナウフーズのビタミン B 群がマジでどっか行っちゃって、アイハーブの段ボール今20箱ぐらいあるんですけど、ちょっとどこに入ってるか分かんないんで、このディアナチュラドラッグストアで買ったのを飲んでます。で、あとはマルチビタミンと亜鉛ですね。で、このアルファリポ酸はカーボディプリートになると、取るのを控えたり、アルファリポ酸っていうのは糖代謝を足し付けてくれる作用があって、だからこのビタミン B もそうなんですけど、糖質をね、ディプリート中なので取らないので、これは取らないと。で、その代わりに CLA とか強益リノール酸です。これとかクリルオイル、こういうものを取ります。ということで、朝の有酸素をしてます。
美容の人間だとね、やっぱりこういうの嫌がるんですけど、いやもう全然。ただ日焼け止めはしっかり塗って、でこれね、まあ、これちょっと長袖なんですけど、これはユニクロのエアリズムの紫外線をカットしてくれるロング T シャツですね、はい、まあこちらを着て外の夏を楽しみます。帰ってきました。なんか結局3時間ぐらい散歩してました。僕が結構その絞れる最大の強みは、こう散歩を長いことできるっていうのだと思います。散歩もなんかすごい早歩きをして散歩するとかじゃなくて、普通にダラ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 散歩する、適当に角曲がってみて行き止まりにぶち当たったりとか、商店街入ったらなんかウィンドショッピングしてみたりとか、結構そういうのが僕の中では多いので、減量中だからそこが強みなのかなと思います。あまりにも疲れたので、はい、スーパーで買ってきました。まあホタテ、これはリプリート中以外もいつも食べてるものです。あとはサーモンですね。まあカープディブリートになっているので、サーモンの脂質は結構食べてます。やべえ、仕事終わりのビールぐらいうまいよ今。白ワイン飲みた白ワイン飲みた、うん、うん、これ開けてないですけど、これはコストコで買えるパルミジャーノレッチャーノチーズの塊です。すごいチーズ好きなんで、ディブリート中は結構チーズ食べるんですけど、濃厚な風味もあって美味しいです。人工甘味料、徐々に落としていってます。プロテインの甘味料はまだ入れつつなんですけど、コカ・コーラゼロとかカロリーゼロゼリーとか、ああいうのは完全にやめて。人工甘味料と日焼けって結構むくみ出るんで、それだけでもね控えていったりとか、あと日焼けも大会の本当に2週間前ギリギリでも10日前ぐらいに終えとかないと、あの日焼けのむくみって結構侮れないんで、まあ、そういうのももう終わらせてます。ギネムキです。ヌードさんというジムで、代官山駅から近いジムで今日はトレーニングさせていただきました。エントランスではあのプロテインとかも飲めるみたいなのでチェックしてみてください。パフェ食いた。このパフェよりもこっち、黒いあんバタートースト、シフォンケーキ、うわこの2つやばいですね。うわってか髪の毛がなんか水戸夏目みたいになってる。なんだこれ。しばらくこの間にフレンチトーストなんかあるじゃん。大会終わったら全部食べまーす。やっぱラム肉美味しいな。ラム大好き。久しぶりにこんなオイリーなお肉食べました。うん。サイゼリアはオリジナルのスパイスもすごく美味しいのでいいですね。
別日です。一食だけですね、取るの忘れてまして、で、まあ、カーボジブリート中は同じものをずっと食べてるので、これを食べてますっていうのを紹介したいと思います。牛肉です。まあ、これ大体160ぐらいなんですけれども。で、これに、まあ、卵ですね。全卵1。すき焼き的な感じの食べ方になるんですかね。まあ、別で塩も少し。いい頃合いです。でもうね、めんどくさいんで、カーボジブリート中ここで食べちゃってます、これは。うん。滑らかで美味しいです。はい、ということでカーボディプリートの一日はこんな感じでございます。今の体見てみましょうか。まあ水入りまくりなんですけど、こんな感じで、はい、今年はこのカーボディプリートはするんですけど、カーボアップはしない方向で行こうと考えているので、まあちょこちょこ糖質入れていきながら、まあ、リフィードという感じでやっていきたいと思います。はい、まあ、大会までもう1週間切ってるので、しっかり気合い入れて頑張ります。昔僕自分がすごく印象に残ってる選手が全然名前も知らない選手だったんですよね。でその大会も2位だったんですよ。1位の選手全然覚え出せなくて、でその2位の選手が本当にバッキバキで今まで絞れてる選手で、すごいフィジークしてて印象に残ってたんですよね。今回この大会ね、レボンクラシックありますけど、まあ、その中でカテゴリーとか全部合わせても今回のこの大会の中で一番すごかったのは D さんだよねと言わせるようなステージングをしますので、楽しみにしていてください。それでは。So never